末吉孝一9月20日隊は、日本の元政治家、官僚。国土庁と地局長を経て、北九州市長を1987年から2007年まで五期き20年の長期にわたり務める。同市長を引退後は、外務省参与、内閣官房参与、財務省参与を歴任した。2009年6月より、アジア成長研究所理事長を務める。百三十四年、 兵庫県西宮市生まれ、本席は小倉市。小学校時代の1945年8月に第二次世界大戦の終結を経験したとき、世の中に絶対というものはないと感じたという。大分県立武田高等学校を経て、1958年に東京大学法学部を卒業し、建設省に入省、建設行政に携わる。1960年から、 建設省松原、下請ム工事事務所にて幼稚課長を務める。松原、下請ム幼稚課長在職時代に事務所の臨時職員であった大井県県北郡、中津江村の女性と知り合い、結婚したのが現在の夫人である。1966年には宮崎県庁に出向し、企業局総務課の課長に就任。1978年からは自治省に出向し、 大臣官房地域政策課の課長となる。1985年に建設省へ戻り、国土庁の土地局長に就任。1987年、北九州市長選挙に立候補するため国土庁を退官した。1987年、選挙対策本部長に麻生太郎を据え、北九州市長選挙に立候補して初当選を果たす。同年2月20日、 第7代北九州市長に就任。市長在任中には、北九州シルネスサンス構想をはじめ、北九州市の経済再生に取り組みながら5期を務め、官僚としても、市長としても、先代の谷一平と同様に、長期政権となった。5期目の2006年7月5日に、市長としてももう、定年だと述べ、次の市長選挙には立候補せず引退することを明らかにした。 末吉の人気満了に伴い、2007年2月4日に執行された北九州市長選挙では、自身の建設省時代の後輩にあたる国土交通省都市地域整備局長の柴田公博を支援する姿勢を鮮明にしたが、柴田は選挙で対立候補の北橋健事に敗れた。末吉は同年2月19日、5期20年の任期を終えて、北九州市長職を退任した。 外務省が地方と連携した外交政策を進めるにあたり、独自の主張外交を展開した末吉の実績を評価し、2007年6月末吉を非常勤の参与として起用した。自治体主張経験者が外務省参与を務めるのは初のケースであった。2008年には福岡放送明太ワイドに不定期で目標コメンテーターとして出演。同年10月10日、 麻生内閣において、地域再生担当の内閣官房参与に就任。その後、鳩山幸夫内閣の発足に伴い退任した。2013年2月1日、財務省参与に就任。同省は生活保護費の削減を目指すにあたり、市長在任中の末洋氏の取り組みを評価した。心情は、苦労はやがて財産になる。ありがとうございます。